なかなか頭の痛い問題ですね。どうなさるのか、お二人は。天命の重さというものを非常に強く感じました。個々人のね、自由ですからね。ご所属で出馬するあの方を新潟5区の3候補はどう受けて立つのか。やめてもらいたいなという気持ちがありますよ。スタートの公認候補のところでね、強い人が出てくるのはやっぱり嫌ですからね。そして去らないこの男、一体どこまで粘り通すのか。藤井総裁に聞いていただけませんか。今世界のリーダーの中で戦争が始まった時に大量破壊兵器があったなんて言ってるのはあなただけですよ。あの戦争は間違っていたというように言われるのは自由ですよ。私は拒否します。それは岡田さんの意見でしょう。そして今週、あの男はやってくる。総理は何を約束してしまうのか。解散、衆議院選挙突入。やっぱり永田町から目が離せないぞ。小泉総理にとってはまさにシナリオ通りの衆議院解散。しかし気になるのは今回にわかに注目を集めている各党のマニフェスト。今回は衆院選の行方も含め各党のマニフェストを徹底分析していきたいと思います。ゲストは道路公団民営化推進委員で作家の猪瀬直樹さん、元参議院議員田島陽子さん、立命館大学客員教授福岡正幸さん、独立総合研究所代表取締役青山茂明さん、評論家宮崎哲也さん、雑誌編集者山田五郎さん、そしてマニフェストなんてわけのわからない横文字は大嫌いな3人組でお送りいたします。何がマニフェストですね。マニフェストは俺川崎の新しいテクニックかと思いました。いや、なんだろうね。いやマニフェストっていうとなんか急に出てきて、これはもともとイギリスイギリスでもう100年ぐらい前からね、基本的にはあったんですが、まあ、トニー・ブレアの時にかなりはっきりとやって、まあ、スーパーとか書店で500円ぐらいですかね、まあ、売っていまして、たまたまトニー・ブレアの選挙を見た時にこれを入手して、で北川正康前三重県知事ですとか京セラの稲盛さんなどがこれを推進してですね、まあ、とにかく具体的に数値目標とかですね、いわゆる財源とか期限とかそういうのをきちんとやろうと、で各党がこれをまあ導入したんですが、全部見ましたけども、まだそれでも曖昧な感じがしましたね。こうやってでも福岡さんの意見を最初から最後まで聞けるのは久しぶりですよね。いつも途中で邪魔されて、ね、先生、福岡さんどうですかって言った時に隣の親父がいきなり入ってもらって革命党みたいな顔の親父ここ1ヶ月ね、空港でも新幹線でもね、とにかく先生頑張ってください、いろんな人がね、エールを送ってくれてね、なんか意味が分かんなくて今日はとても気持ちいいです。予想当たんなかったんでしょ。小泉さん予想は当たりませんでしたけど、でもそれでも頑張ってくれて、でも途中で意見もどんどん遮られて、そのおかげで髪の毛がもう半分ぐらいになっちゃった。福岡先生だか山田さんだか髪の毛じゃ見分けつかない。今日山田さんと親しみですがね、随分似てきたなって感じ。本当だ。何を注目してるんですか。はい、やめなさい。すいません。それで何でしたっけ。でも私思うんだけど、マニフェストの場合ね、やっぱりほら評価っていうのがあるはずだけど、私この間神奈川県知事選に出て落ちたでしょ。その時にあの対抗の人がマニフェストってことを言ってたんだけど、ずらっと並べてあって、で通ったらすぐ通ったすぐにもうあれはできない、これはできないと分かったとかって、それでいいの？だってそれっておかしいじゃん。だったら今までの公約と同じで言いっぱなしで終わるんだから、評価を早めにやってくんないと。毎年とかね、2年目とかなんとかって。松田茂文というその知事ですが、数値目標というのは例えば4年間でそのこれを100やりますっていうのも、それはじゃあ60しかできないけども100を目標に60やりますとか、そういう具体的なところまで松沢茂文のマニフェストは実は書いてあります。それを参考にして、民主党はまあまあ具体的ですが、自民党は相当今まで通り曖昧もこというか不透明な部分もありますね。ただこっちで見てると民主党も自民党もなんか違いがよくわからない、ね、自民党と民主党があるでしょ、はい、もう一つあるんですよ。
官僚党があるんです。ですからこの官僚党というものをどちらが制御できるかということが今回問われてくるんですよ、うん、これがだから官僚党というのが一番どっちが制御できるんですか。だからそれはだからこれからやるわけでしょ。だからそれが分かんない。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 夫人総裁の解任問題を含めなかなか前に進まない道路公団の民営化、衆院選を挟んで一体どうなっていくんでしょうか。はい、熱が出たとおっしゃったし、その前はなんかあの血圧が上がったとおっしゃったし、今日はなんかフラフラするとおっしゃるんで。誰にどう批判されようと改革に向かってはまっすぐ進んでいくんだ。くしくも民主党自由党の合併大会と同じ日。残念ながら藤井総裁の説明で私の疑念を払拭するには至りませんでした。進退についてですけれども、総裁は自らの地位につきまして連綿としないとはっきりとおっしゃいました。あの一任をいただいたものだと私は考えております。総理に報告にしてまいります。藤井道路公団総裁の更迭は決まった。しかし辞任されるんですか。辞任されるんですか。いやいや、私は何も悪いことしてるわけじゃない。私はもともと薩摩の人間ですから、あんまり西郷さんじゃないけども、自分の地位にね連綿とするタイプじゃないんです。辞表の提出を拒否し解任を選んだ藤井道路公団総裁、2600万円の退職金を切り法廷闘争に発展する可能性まで出てきたこの更迭問題。理想家が法的なその対応策を取られたことは受けて立ちます。まあ藤井さんはね役人出身だからそのことを口に出して言わないだろうけども、何をこの若造めと、俺の首が取れるなら取ってみろと、俺は自分で腹なんか切るかというのが彼の本音じゃないかな。事態はまさに泥沼の様相か。道路公団の捜査について内閣改造があるまでは擁護しておいて、今度は10月5日になって新しい国交大臣に罷免させろ。何か選挙に有利になるから不利になるからという判断でもし引き延ばしたとすれば、まさにゲームとして政治をもてあそんでると言わざるを得ないじゃないですか。私は政治をゲームとか軽く扱ったことは一度もありません。これは小泉内閣にとってはね、これで道路公団の総裁人事が何ヶ月もごたつことになるとね、これは相当のダメージになるし、結局小泉さんのその道路民営化のあれにまあかなりの赤信号ともったような形になるわけでね。なるかならぬか小泉改革。自民党のマニフェストにも盛り込まれ、小泉改革の大きな目玉の一つでもある道路公団民営化。民営化の意見を基本的に尊重すると小泉さんおっしゃっていて、それ公約にしていると。ところが国土交通省側はですね、その民営化の国土法案の中身を見せてくれないんですよ。僕にも石原大臣にも見せてない。まだどうも今のところ怪しいんですけれども、国土交通省が考えているのは日本道路公団を日本道路株式会社にして、首都高速を首都高速株式会社にして、4つある公団をそのまま株式会社って名前変えて、それ勉強乗り換えるだけというね、こういうことをちょっとやろうとしてるんじゃないかと。形だけの民営化になる恐れ。決意はどうかということなんですけども、これは無駄な道路を作らないと私は一貫して言い続けております。しかし石原大臣は高速道路整備計画9342キロの未建設部分2100キロの扱いを国会議員らで構成する国土開発幹線自動車道建設会議、通称国幹会議に事実上一任するという。国幹会議の前身国幹審は道路建設推進派が実権を握っていたとも言われ、衣替えする国幹会議のメンバーの選考にも注目が集まっている。道路建設推進派が多数を占めた場合、建設は確実に進むと言われている。ですから国幹会議にどういうメンバーが入るかということですね。ですからうるさいのは入るとか入らないとかっていう問題になってくると思いますけど、それは。そして小泉総理は民営化という方向を出して、民営化推進委員会の基本的な意見を尊重して
これから年内にまとめて来年の通常国会に法案を提出。一方で民主党の菅代表は浜子さんゆかりの東京湾アクアラインを視察。道路公団廃止、3年以内に高速道路の無料化をマニフェストに掲げる民主党。作ってしまったものを十分に利用されない形で、まあ、放置というかですね、使えないような形で置いておくことは二重の意味でマイナスだと、まあ、こう思います。そういう点ではこれが無料化されれば、それはもう誰も通る者がいなければね、うん、無料にしてくれるってことだから、もうそれは素晴らしいこと。かっこいいことはね、誰でも言えるんですよ、かっこいいことは。しかし夜のね、自動車は全部無料にする、何々は無料にする、これただほど安いものはない、しかし最後にただほど高いものはない。誰が考えたらね、これは無理な話なんですね。40兆円借金返すんですから、それを付け替えるだけですからね、あの税金に、まあ、ちょっと例えて言うとね、高級レストランに行って美味しいものをいっぱい食べましたと、でレジに行ったらタダですって言われて、ね、いいなと思って家へ帰ってたら請求書が来ましたっていうことですよね。結局税金ですから。どちらが本当に実現可能なのだろうか。皆さんお考えで。